司会実況の安木美香です。そして解説は引き続き広柴田プロが務めます。柴田プロよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは4回戦対局の準備ができたようです。第40期鳳仙 A2 リーグ第9節 A 卓4回戦東杯の開始です。それでは4回戦開始してください。お願いします。さあ4回戦目が始まりました。ちいちゃから高橋、なんちゃに瀬戸熊、しゃーちゃに前原、ていちゃに井出といった並びで4回戦目がスタートいたしました。井出ちょっと肩の調整がね、肩が苦しそうな表情が見えます。さあ親番は高橋、ドラがローピンです。メンツはありません。両面ターツが2つと七足があるからどっから切り出そうか。そうか、安直に9切れないんですね。9層前原はシャーチャ、ドラがローピン、ソーズの形がいい。おカンパーピン入った。ここでダブトンをリリースしていきます。このルールだと3なの第1だってちょっと気にね、はい、先切りとか全然ありそうな感じしますよね。ああ。まあ67のターツとかこ、ね、持ってるかなとかもあるかもしれないけど、まあ56の方が可能性あるか、67よりは56のターツ持ってて第1だ3ピンとかはちゃんと急走でしょうね。いや数ピンっていうのもあるってこと、うん、このそうするとちゃんと3色とかもあるしね。そうですね、僕は急走切っちゃいますけど、ウーピン喜んで、喜んでですか、ピンフのテンパイで受け入れちゃうっていう。今ドラの振り返りもあるし、うん、いいかなと。まあ、漫画欲しかったらスーピン一択ですけどね。はい、6万とか引いたらね終わっちゃうしね。この手は6万引いての関連ピンスめちゃくちゃ嫌ですねスーピン切ったと言えなんだこれって切っちゃうかもね、そういう人。あ、6万、そうですね、うん、そういう風な時はそうやって組んだなっていうことですね、うん、一応いいシャンテンですか瀬戸熊。おくっつき、くっつきどこに、まあ、ウーピンは表示牌でねドラ使えるんで、うんうんうん、より内側、今回はあの出上がりよりは単ヤオとかつく方にしましたね。打点をベースに数層と小さのくっつけるんだか。確かに9層引いても嬉しくないですもんね。これはリーチまで行く、文句なし、文句なし。サブローピン待ちでリーチです。高めがドラのローピン、リーチ、単ヤオ、ピンフ、まあ、そのいいシャンテン、いいシャンテンまで来ましたか、うん、三面ちゃん両面のいいシャンテン。前原こちらも行って進んで、一応いいシャンテンだけど、はい、ってことですかね。井出さんの手、うんうんうん、大した手じゃないんでいいシャンテンは、はい、カンちゃんカンちゃんのカンリャンゾード、カンチソ、カンチソのいいシャンテン、これ嬉しいですよね。ドラ引きだ、どうしますかね。イーソーからにしますか。チーピン引いてもいいしね、イーソー切った後にね。数層が宣言牌、いい層は筋の牌、比較的切りやすい、まあ、両蔵がいいと見てとかを考えてね、三蔵切りとかを考えてんじゃないかな。三蔵切っとくと両蔵小層とかもあるんで、一応サブロスはワンチャンスか、うん、ドラのローピンが山に3枚来てますか、うん、ですね。3ピンはない、三ピンはない、はい、高めしかない、高め三山です。でも井出さんもローピン使えるからね、あれは。そうですね、井出さんは三蔵いきました。前原から見てもワンチャンスですか。高橋さんは5万が、まあ序盤の4万が裏筋になってるんだけど
来てみんな来ちゃった。なんかみんな来ましたね。全員やってきた。おかしいな。おかしい。そんなに悪い手じゃないんですけど。ということはこのドラが欲しい単品、ドラは薄いってことなの。ああもう持ってる。でも実際はまだ2枚か、ここで1枚来たから。そうですね。しごろになるけどね。ウーピンは元気ありますね。さすがに。ウソロースは切りやすい。うんね、老僧も中筋になってますしね。はい、急走としている。さすがに。さすがにちょっと何筋目かみたいな感じですかね。はい、ドラマタギで5万頑張っていったんですけどね。そうですね、逆にここまで通ってしまうと、さすがにもう通ってない筋が、ちょっとピンズ周りちょっと厳しいですね。ローピン山に2枚、うわー山1になった。そしてドラドラになった。でも危ないですね、サブローピン前原。あー3ピンが危ないのか。はい、ローピン打たないもんね。ですね、イスチワン入ったらね、シャンポンにはしなそうですもんね。ペイは1枚切るか。マヤさんだからね、ペイとか引いちゃう。あ、そうか、ペイ引けば問題ないんだ。ローピンとか、ローピンも1枚山にいる。あ、あ、パーピンかサブロッキューソーか。はい、サブロッキューソー振り点だ。あ、じゃあウーパーピン闇点。マヤさんピンズ余るのはダメですね。ウーピン余るパターンがもう、あ、そうだ、もうダメだ、積んだ、うん、ペーペーでね、回避しないとき。そうですね。高橋さんどうしたんだろうね。どうしたんだろうね。ちょっとダメですよね、高橋さん今回。なんかこううまいことペーペーで回れるかどうか、前原。ウーピンもペーペーで回るとしたら。三ピンないですからね。3ピン引いたときはペーペーですけど。あ、そうかそうか。でも3ピンないんだ。ないんですもんね。ウーマン、ペイ、ポンもないもんね。ポンもないですね。ローピンがあと1枚山には残っています。さあどうなるか。ああ引いたけど、イスチーバーねえ、3ピンになりますよね。瀬戸熊の上がりとなりました。リーチ単用ピンフ3900、前原から瀬戸熊へ、うん、最後ね、背景瀬戸熊さんだったんでね、イースチマン上がれる可能性高いんで。あ、積もばなかったんですけどね。はい、トンの2曲となります。ドラが急走、瀬戸熊の親番です。良さそう、良さそう。2面図が見えています。2面図2面があって、ジャントもあります。ドラはありません。ピンズ1面図、ウーピンがあんこ、こちらはイデの手配、シャーチャでした。そしてペーチャ高橋、白が統一、橋に寄っていると。親番瀬戸熊が1個頭一つ抜けていいですかね。瀬戸熊さん60いったもんね。プラスには全然、もう最低50ぐらいには行きたいと思ったけど、もう60なんで。そうですね、やっぱトップ入れて60か。ね、うんうんうん、今の 12.8 ポイントも入れて60、うん、60って言ったらね、シャーチャのシャーポン入れ、そうね、内川さんとの差が60ですもんね、現状3位の。かなり差し迫ってますね、うん、差し子
ですね。ハクトンとイツどちらもまだ場には出ていません。ここに1枚ずつあります。シャーチャイではシャーオポンしてこの形、なんかローソーを引くとだいぶ上がりやすそうになりましたね。いいシャンテン。ただ瀬戸熊さんの手いいですからね。ペーチャのペーも重なった。トンハク、あ、三面チョンリーチか。ヤウパは文句なし、リーチピンフでリーチに行きました。掴んだ、掴みましたね。ハクはあポン来たね。うおー、攻めていきます。チーピンパー、あ、トイツ落としか。そりゃそうだね。一切れのペー、うん、両面両面のいいシャンテンが高橋、そしてテンパイを入れました。イデが一旦ローワン短期ですが、パワーワンが打ち出されました。リーチピンフ2900、うん、結構切り開いてきましたねイデさんもね。そうです ね、 ここね、うん、もう泣いた以上はってところかもしれない。うーん、最後まで行き切ってやろうって感じでしたもんね。はい、どんな2脚1本場、瀬戸くまの親番が続きます。ドラが初、なんと3つ、4面は2つ見えて、お、1面つありましたね。十分ですか、十分ですか、うん、ドラマ初は誰も持ってない、うん、ちょっと親が有利っぽいですね、手配のバランス全体的に。うんうん、瀬戸熊の手配が良さそうか。こちらどっから来ていくか、リャンマンから。初が誰もない。はい、ドラ誰もないんです、ね、どこに来るかによってまた速度が変わってきますよね、うん、あ、でも前原さんがそうか、いいのか、これは形はね。そうですね、うん、まあ、1つ見てますね、うんうん、高橋さん、伏せられた状態で灰がこぼれましたね。誰も良くない。そうですね、妻も聞かなく。お、あ、これ嬉しいね、しごろ見えてきたんで。郵送ローピンとかね、引いたらめちゃくちゃいい点になっちゃいます。はい、まあ、そうもいいシャンテンですね。単品ぐらいまで伸ばしたいね、できれば。あ、単品までいますか、うん、あ、一通見えてきましたね、これで3万8万欲しい。そう、一気に手が進んでくるか。なんだ、9ピンはいらない。初がね、まだ出てこないという。今日なんかワンパイ変じゃないですか。ワンパイ変、今日ワンパイ変変ですよね。確かに。あと一時なんかずっと一色にか、ね、偏ってた時とかね、ありましたね。ありましたね、うん。あ、来た。ここでパーピンですか。いらないですね。でもどうせなら3枚来てほしい。ね、どうせ全員なら丸々いますからね。はい。これはもう形決めようかっていう、7、8、9よりは形決めようかっていう間ですかね。うん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 。でいいじゃんって。はい、ちょっと不満ですけどね、ウーソの方が欲しかったけど、うんうん、まあ、ピンクのいいじゃんって。キューピン3枚切れなんでね。ああ、これはもう決めますか、数ピン切ってですね。決めました。カンパーマンサブローソーいいじゃんって、1通のいいじゃんって。高橋ね、構想通りでしたね。あ、結構1通なりにくい形でしたけどね。はい、これ単葉ついたよ、中膨れた9万
うんうん、いいシャンテン、うん、ポンテンは取りそうですね。ここに初、さすがにこの手でね初が来たら、うわーすごいできた、えつピンすごいツボだった、すごいツボ、構想通り、ね、見事な一気通貫リーチに行きました。見事ですねこれ、ね、技あり。サブロスお待ちです。リーチピンフ一気通貫、パスは現物です。手牌には2枚サブロスを使われています。あ、3枚目、あと3枚ですか、サブロスを、うん、3山ね、初1枚も来なかった高橋がリーチですよ、うん、そもそもイーシャンテン粘りませんでしたもんね。ですね、ね、ジーソーを引いてすぐ難切りでローソーを使って、うん、どんどん瀬戸駒に流れていきます。行ったら全然負けてたパターンですね、うん、瀬戸駒さんは。残り2枚になってしまいました。サブロッソーです。でもまだ2枚いる、うー違う、でもまあ誰かとめくり合ってるわけじゃないんでね、ちょっと気楽ですよね、うんうんうん、負けのあるめくり合いですよね。積もったリーチピン普通も一気通貨2,000、4,000、2,100、4,100、大きな上がりとなりました高橋です。いや見事な一気通貨、うん、どんどん三脚となります。前原の野番です。ドラはチーソー、親番は前原です。初初初初、はい、チョンチョンがチョンチョンが初初、面白いですね。なんかん シャーチャの高橋です。シャーペイトイツのソーズヒトメンツ、ドラチーソー、うん、仕掛ければ早いですけどね。一応ソーズの本一はとかすね、3万か3ピンもしくはペンチピンバレー、三蔵は手かけなさそうですね。一旦3万ソーズ周り引いたらね、ちょっと狙いね、狙いそうになるんで、はい、シャーペイ仕掛けた場合はまあ3ピンとか切ってってっていう感じですかね、うん、お、ちょ、井出さんが結構負けちゃったのか、50ポイントそうですね、うん、本当ですね、うん、現状ね、で高橋さんが今のところ勝ち頭と、あ、瀬戸駒さんじゃなく高橋さんが勝ち頭、あ、うん、そうか、さっきの上がりで、ね、はい、うん、トップ取ってっていうことですね。高橋も現状トップ目で 18.4 プラス、9節目終えて 18.4 はまだ昇級目指して 18.4、 うん、次結構大きいですよね、うん、あと8位に入りたいですよね、うん、上位に、上位宅の方に行きたい、やっぱりその下ね、近藤さんとか黒沢さんがどんどんプラスしてきたらね、はい、8位ちょっと厳しくなっちゃう。うん、シャーちゃんのシャー天杯ですか、はい、ポンテンとなります。リアムピン待ち、めちゃくちゃ良さそう、うん、親番の前原が初を仕掛けてイーシャンテン、脅威の連チャン率も誇ってるからね前原さんは本日脅威の連チャン率、終わらない終わらない。ただね、さすがにもうテンパイですからね、さすがにリャンピン相当強いよね、リャンピン相当強いですね。ドラ
前原はいらないし、ドラピンかな、うん、いやでもリャンピン強すぎよね。です ね, ね瀬戸駒もいらないリャンピン、井出もいらなそうですもんね、うん、まあ、止めるとしたら瀬戸駒さんですかね、手配的には。あーそうかそうか、つむぎ、あー最後パーソーだったけど、まあドラ使いたいからね、こうしますよね。ウーソの方が通りやすそうなんだけど、はい、急走と、まあ、ドラを使い切るため、うんうんうん、うん、ミヤンピン強い、うん、シャーですね。300、500の相撲上がりとなりました。高橋です。結構進めていきます。4回戦目は早くもトン4局となりました。ドラバスワンです。井出の親番、さあちょっと苦しい1日でした。井出この親番頑張りたい。やっぱり言うとダメなんですよ。はい、あーあの開始前の開始前にね、はい、高打点仕上がってるみたいな、うん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 、ちょっと話したんですよね。そうなんですよね、開始前にね、はい、そう今日のために食べといたって、あの大井戦はね大井戦はい、そう言ってましたよね。僕はあの僕のタイプ的にはあの言うとダメなタイプなんで、僕はね今日は勝つとか、うん、今日は勝つとか宣言すると大体負ける、はい、タイプによりますよね。だから言って勝つ人もいるってことですか。そう、井出さんとか行った方が多分前ねいい方に出そう、うん、僕はどちらかというとこう守備寄りだから、はい、言って強気になった時に悪い方向に行っちゃいがち、うん、いつもとちょっと違うような、そうそうそう、いつもと違う攻めっぷりをして、はい、やっぱ何か私の方がいいなみたいな時はありますよね。初のポンです、瀬戸熊。でもよくその自分の目標を口にするといいっていうのはなんかありますよね。そういう、あ、聞いたことないですか。そうですか。何か例えば、あ、麻雀ではなく、あ、なんか目標を掲げて、はい、毎日言葉にする、なんかダイエットとかでもね、うん、よく言います、女子で言うと。例えば何でもいいですよ、昇級するでもいいですよ、はい、そう、昇級するって、あ、関西満天杯リーチだ、前原がリーチです。麻雀さんっぽいですよね、関西満、関西満大体グケリーチは前原さんっぽいって言ってる間違いないみたいなでもまあこういう迷わずね、うん、吸ってリーチみたいな、前原さん。でもドライチありますよ、うん、でもまあこの世で一番悪いドラヒョウカンちゃんですからね。確かに積もって1326とはいえ、うん、さあそんなドラ表示牌は一応山には1枚は残ってますね、うん、高橋さんね、カンリャンマンとリャウパーマンのイーシャンテン、はい、こちらの手配です、うん、高橋、まあ、3万が3枚見えてるとはいえ、カン3万には絞れないでしょうからね。そうですね、街はね。これが前原さんのすごいところで、そのなんていうのかな、ちょっとこういうのもあるか混ざってるから、マヤさんの位置でちょっと行きたくなるんですよ。はい、で実際高いケースでそれ捕まっちゃう、はい、すごいいい手の時に捕まる、普通のリーチドラさんみたいな、ね、うん、はい、僕は結構マヤさんが苦手っていうかマヤさんの位置行きたくなっちゃうんで、はい、で大体結構僕は逆を突かれる、はい、高いパターンの時に捕まりやすいんですよね。うん、それはなんか前原さん対戦した時によく思い知らせて、前原さん多分僕のこと得意ですよ。あ、うん、なんか人によって相性みたいなありますよね、うん、はい、僕はもう散々やられましたからね、関西マン2軒目あれなかなかないよ、2人ドラヒョウカンちゃんのですね、うん、関西マン対関西マン、この A リーグでドラヒョウカンちゃん、うん、
山一追っかけドロフィオカンちゃんはもう気合い、あ、親だからね。そうですね、井出は親です。先生リーチは5番の前原。いやこれ換算マン、面白いね。しびれますね、井出に積もられたら前原。ぜひ流局してね。あ、なんか微笑ましい一面みたいなの見れるかもしれないですね。あなたも換算マンだったのね、やりよるなみたいな。しかもなんか一つあんこで同じような形ですね、うん、確かに打点が。でもさすがに2人リーチはね強烈だから、他の2人はきついですよね。そうですね、うん、2件で片方嫌ですもんね。瀬戸熊が初をポンしているとはいえ、瀬戸熊さんだってドラが1個しかないから、やっぱ降りないときついよね。親もいるし相手がですね、いけないですね。いけないよね。ではこの換算魔をめぐる戦いですね。あーチートイも1枚思ったけれども、おかしいぞ、おかしい愚形リーチがいるなって感じですか。瀬戸熊さんの子供なんかね、ウーピンとか4枚見えてるけどさ、はい、この2人ちょっと怪しいな。怪しいですね、チーピンやそうでしたね。この間がサンピンも4枚見えてるんですよ。うんうんうん、普通はピンズ通りそうですけどね。まやさんにほら E ピンが通りそうなんで、 E ピンとか気持ち悪いんじゃないですか。あ、実際ジャン頭の部分です、うん、ね、頭ですけど、はい。3万いない。3万はあ、いたー、いましたね、ここにいましたね。さあ白は1枚、うん、2枚切る。ん、まあより安全な5万切かどうかじゃないですか。瀬戸熊さんに仕掛けられるのが嫌だったんじゃないですか。万が一ね、瀬戸熊さんに流れると一人脳天になっちゃうから、はい。はい、換算マン対決となりました。前原と井出の2人転敗で流局です。珍しいですね、打点も一緒ですよ、ね、はい、親と子が違うとはいえ40プレイヤー半で、はい、かんちゃん待ち今日自敗の換算マン。さあ、とんの4局一本場となります。京太くんに2000点です。井出の親番が続きます。次はなんか高いリーチで相手に打ち取りたいね、うん、相手からね向かって来させて、はい、あー、これがあれですね、ちょっとこう隙みたいのを見せて、そうそう、ちょっとあえて舐めてもらってみたいな、はい、次は高いリーチ打ちたいなって。実際井出の手いいんじゃないですか。6チッパなんかも見えるような手配でした。ドラドラは瀬戸熊、こちらが井出の手牌、ドラがパーソーです。すごいいいじゃないですか。チーソーがね、ネックですね。表示牌ですか、また、うん、またね、また表示牌出ちゃいますか、もう一回勘チーソーですか。手頃に薄いね、あと2枚。本当だ、あ、自力、これはいいね、これ手作りしたいな。ねえ、そうですね、リャウマとか入っちゃったら、ヤーマン引いたら手作りしたいですよね。これ7万切っての陳一に渡るってあるね。瀬戸熊さんですか。うん、急走ポンから入るっていうのがあるけど、いやー、そうか、パーソー、ドラドラですよ、うん、あ、これはもうしょうがないか、待つ、いや、面ピンドラ1ですもんね。ゴッパーだもんね、リーチですね。で、3、2、5に、あ、でもリーチ打たないのをちょっと考えても、あ、打たずでした、闇点だ、出たら分かんのかな、ですか。いやー、難しい、積もっでも振り手、リャーマンね、ちょっと一瞬様子見ようじゃない。出たよ、見逃したず、上がった、強託2本ありますからね。そうだ、ピンフドラ1、2900、3200の出上がりとなりました、うん、そうか、強託も大きいですね。ここは闇点に構えたいで、
本当は打ちたいんだけどぐっと我慢してね、高打点の可能性も。そうですね、何順かちょっと見たいですよね、うん、手代わりを。でも見逃しだと相手にね隙を作っちゃうから上がってと、うん、なんかウーアなんてそんなすぐ上がれなそうだしっていう、ね、うん、めちゃくちゃいいですよ。いでめちゃくちゃいいね。ドラマある、ね、はい、ドラウソやっと井出の時間が来ましたか。来ました。来ましたか、うん、来るかもしれない、まあ、えでも確かにみんな悪いですね。あこの一番じゃないんだけどな。じゃないんだよな。切っちゃいましょう。切っちゃいますか。わかんないです。切るはまあ積も次第ですけどね。はい、なんかあんこができたらもうしょうがないく採用するでしょうけど。そうですね、ドラ1ありますもんね。前原がドラドラ、あ切りましたね。はい、でもみんな遅いよ。久保さんはこっからチューン泣くとは思えないけど。思えないですね。柴田さんも泣かないですよね、うん、今あんこになったってしょうがないですもんね、うん、いいですよ。今引いたんだ。はい、役配化されたいんですよね、前原さんは。ドラドラの手、これいいじゃないですか。いいですね。メンタンピンツもいいペコ。ドラドラバーソーちょっと薄め。あーそうか、うん、バニーパーソー2枚見えてて、6枚見えてるから2枚しかないね、バーソー。うわー、うん、進んできましたね。はい、お瀬戸熊さんはもう盤石になりましたね、形は。じゃあ役配ポンテンとね、両面これはもう全然なくと思いますよ。じゃあポンテンですか。お引いた、差し子あるかちょっと確認してる感じですね。一応数層引きからの差し子あるんで、はい、E 層からもある。数層引くと両パーソの形になりますからね、うんうんうん、ただ守備的に行くんだったら三層から、あ、うん、あと読みにくくするんだったら E 層からの方がいいですよね、相手に手配。三層 E 層って生きるとやっぱり若干リャンゾを切りやすくなっちゃうんで。はい、最近はこうイーソー三ゾが主流ですかね。最近は、はい、最近というかここ何年か僕は見る限りは。はい、チーソーはないよ。チーソーはないな。三ゾとかなるんですか。いや三ゾじゃない、もしくはローソーはあるよね。うんうんうん、ローソーつもぎは、あ、から切りました。ローピン。ウーアン切って。ドイツ手の渡りもあると。いやこれは3ピンですかね。イーペイコー来た時に、闇点聞くんで、はい、6万引いたら2ピン闇点になるし、チュンポン点で、多分ね。あ、違いました。違いました。そうでしたね、サブロマよく見えたんですかね、5万3枚見えてるから。でも実際リャンピンちょっと薄いですよね、リャンピンなしなんで。テンパイ取らず、さすがにこれぐらいの手だったら、はい、ペン3ピン行きたくないですよね。高橋さん行きたくないですよね。3アンコとかね、数アンコまで欲しい牌まだ出てない。リャンゾーじゃない、もう3ゾーか。もう数層引いたら振り手になっちゃうんで、はい、三層、ね、あそっか、リアンパーソンのところ、うん、三層は高橋にドイツの牌、三層、三層、三層ちょっと危ないね、当たっちゃうかもしれないですね、高橋さんね。あドラが嘘なんですよ。そうか、さすがにこの数層残す。カンパーワン入った。そこもそのサブローマンめっちゃいいね。欲しいのね。本当だ。ヤンピンが逆にめっちゃ悪い。読み通りですね。でもチュンポンしてサブローマン。めっちゃいい。めちゃくちゃいる。え？全部いる。あれ？ほぼ全部いる。八じゃなくて自分で持ってるから七山。そうですね。自分で持ってる六以外全部山です。うわ、つかんだ。無理でしょ。無理ですね、これは。
徳間がチュンをポンしてテンパ入れています。3万は瀬戸熊流り、チュン1000は1600。そう、強すぎる、サブ強すぎる。確かに僕3ピン切っちゃってました。そうか、4ピンです。僕サブロマ7山です。7山マンズよく見えたんでしょうね。5万がね3枚見えてることによって。そうですね、さあ何にしました。何の一曲、高橋の親番です。ドラガシャ。ただあれね、上がれないと相手に隙与えて、はい、親がね怖いところでしたからね。うん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 、乗ってきてましたもんね、うん、親が。ドラガシャです。んいいんじゃないですか、いで、うん、んドラドラは親番の高橋です。マラさんプラスに回ってたんですけど、この半チャンで今一人沈みなんで、はい、ね、ちょっとマイナスに回ってますね。そうですね、上目三色もあるか。ドラドラの高橋、もう3色で仕掛けたりとかも考えたいですかね、高橋さん。うん、それは微妙ですか。どんなんですか、789。はい、どっから開くの。急走、急走とか急走はないでしょ。急走ダメですか。急走やばいでしょ。急走やばいですか。僕は中でね、急走泣くとやばいと思いますよ。僕はね、やばい、やばい人に言って、あの3色泣き3色あんまり、はい、あの一つもできてないところから上がりきるの難しいですよ。うーん、これ一つもできてないじゃないですか。バレバレでってことですか。あのそうですね、3つ2つ泣いて最後3色の形で上がるとか、そうですね、あんまりうまくいかないですよね。789789で最後パフィンドンみたいな感じ、うん、めちゃくちゃ上がりにくそうです。急走いいじゃんっていうんですか。4枚目の急走を使っての、はい、貫禄走。統一が増えてきましたね、みんな。ゴツゴツ。僕は嘘です。9ピンとなりました。ましたね、パーピン2枚ゲーなんでね。ああ。貫禄走入って。僕馬ぶりたいんで嘘を聞き。馬ぶりって方位が馬ぶりとかないですよ。統一ってと三色の点。あ、でも急走ないじゃんね。あ、そうだ。急走ここに。だから789見切ったの良かったですね。そうですね。多いの馬ぶりって面白いですね。パワーワード。これはウーピン引けると広いけど、ウーピンもあるけどね。どっちですかね。難しいですね。ウーピン切るとポンテンのか、あの単位とかテンパイ取れ、ポンテンとかチーテンで。ああ、そうか。うん、強みあるけど。面前思考だとやっぱりこっちになりますよね、パーソーローソーで。うーん、ローソーパーソーか。手広い形シャンテン、うん、んチーピン入った貫禄走テンパイはリーチです。リーチですね。なんですね、はい、リーチのみですが、リーチに来ました。そうですね、1300詰まって、小型のね、珍しいですよね。え、役なし具形かんちゃん、しかも貫禄走ですからね、うん、そうそうそう、役なしのね、はい、カンパチとかだったらまだなんかこう、うん、分からね、あると思うんですけど、あ、28のね、28これが怖いんですよね、これがね、はい、あの、あれよね、だからあれ、あの若手の人にやっちゃダメだよっていうリーチですよね。確かにそうですね。ドラも場に1枚しか出てないからね。はい、まあブランド力でいけるかどうか、うん、ブランド力ですか。ブランド力で3万怖いところですからね。あら、そう、だってサブローマ自分から6枚の、ね、筋だから、うん、
ビーチ行けるの、行ける強さですよね、うん、原さんの。確かに向かってね来られると弱いですよね。678イーシャンテンにもなってるけど、パンワン行く？ワンチャンスですか、うん、7万だと勝負しにくくなりましたね、その後ね。はい、パンワン行った。678見てますね。ん？来てるよイーシャンテン。パーマン9万、井出さんがまだ脳天だと思うなら9万から切りたいとか、そういうことじゃないですか。あ、そうか、今パーマン出てきたから。なんだあのパーマンと。まあやっぱ3万が強いんで、はい、パーマンもねもちろんそうだけど、うんうんうん、よくありますよね。7万切って2、ね、シャンポンにするか、8万勝負して、はい、2ピンするか。井出さんの手をね、高橋さん目線で見ると、うん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 、テンパった振り点2ピン数ピン2ピンを確かウーピン打ってますもんね。そうですね。あらーテンパイなんだけど、あらこれじゃない感もあるよね。これまた紡ぎっちゃうあるね。官老層勝負はしないですか、官老層対決。やっぱ手役を作りたいですよね。はい、どうせ勝負するなら。ドラ短期だ、中筋でドラ短期振り点だもんね。え、本当だ、うん、そうだ。前原の町杯官老層は残り山に1枚です。1枚ならしかし高橋さんの GP も振りしね、すごいね。よく見たら8万9万はリーチには通りそうなんだけど、はい、ペンチーマン、ペンチーマン、じゃあリーチか、リーチドラドラ、ペンチーマンでリーチに行きましたが、ペンチーマンない。ないの？ないです。ローソンもなくなった、これで。でどうしましょうか、リーチって呼ばれて。どうしましょうか、さすがに2人意見だからね。テンパイでしたがやめました。親ですもんね、うん、2軒目が親。うーん、イデアも苦しい。そもそも大丈夫かな、ごま。うん、2人の上がり牌は山に回りません、ね、そうなりそうですね。前原高橋の2人転牌で流局となりました、うん、いやしかし GP 切り強烈だな高橋さんもね。そうですね、ハーマン9番リーチに通ってる分。第1局一本場、高橋の親番が続きます。京卓に2000点、ドライピン、まずまずですか。ん、イーソーアンコダブナントイツですか、瀬戸熊トイツが3組。井出は手配形まとまっています。シートイツイーシャンテンドラドラじゃない。本当だ、イーピンドラだ。ローピンから両面の部分から切っていきましたね。シートイツ見つつっていう感じでしょうか。そうですね、仕掛けはどうするんでしょうか。うアンコになったら仕掛けか、初ポンとかはしないっていう感じなんですかね。したくないけどね。はい、一応統一手とメンツで天秤にかけたら第一のローピンって感じですかね、うんうん、あれダブナン白、面白くなりました。白1枚切れ、ちなみに初は鳴かずでした。井出、うん、ん、あれ嘘、あれあれグレードアップしましたね。これなら泣きたくなりましたね。これ泣くんじゃないですか。トイトイまで初あ出てないや。9ピンも表示入らからね、9ピンからもう泣くかもね。ああ、
親が住んできましたか。進んできましたね。さあどうなるのか。徳間さんの手も面白いんですけどね。はい。あ、ドラ。ドラ、あ、出た。出た。うん。ポンだ。何日の？チーソーからがいいか。おー、チーピン先に打ちましたか。まあしょうがないですよね。どっちから切ってもちょっと読まれやすいところですか。はい。もうここから先は全部関連牌っぽいですもんね。いいピンはこれ今ポンされてる。はい。うん、確かに。初、連想、急想、入れの欲しいところ。連想はもちもちか。キューピンは？キューピン全山、うん、初も山に1枚。まあ初1枚出てる分ね、ちょっとすぐ出たら泣きやすい。あれ、チートイ？統一系ね、チートイズか。なっちゃったらしょうがないですけどね。ダブナント白持ってて1600点嫌ですね。うん、あとなんか井出さんともちもちだったら最悪とか思いますけどね。あ、確かにそうですね。高橋さんはこれいいじゃんって。はい。タブナン白もどこに行った、誰も持ってない。白だ。ローピンポン動きました。はい、パーソーからかな。これでいいシャンテン。白は前原が先ほど持ってきてしまった、うん、いやでも前原さんの手きつくなっちゃいましたよね。そうですね、白1枚切れだけど2打目だからね、全然ポンされちゃう可能性ありますよね、はい、わ、打たない。これ白抑えられちゃうと、あとはダブナンが徳間さんがきついですか。きついですよね。この手だとね、白金のきついですよね、前原さんの。あ、瀬戸熊さんがテンパイですね。パーピンをポンして白と何のシャンポン。あ、でもダブナンが2枚だから。そうだ、白なんかより全然いいですよね。ダブナン、トイトイ、まだこれ単用の可能性があるかないかですよね。でもこのチュンチャンパイは2枚泣いてるんで、瀬戸熊さんが、はい、もしかしたら井出さんもね、何は危ないけど勝負してくる可能性ありますよね。あ、単用だったらまあいいなっていう、ちょっと甘えですけど。はいはい、泣きちゃった泣きちゃった泣きちゃった。でもテンパイで何を切る、高橋さんも見たことがあるからね。ありますね、あるある。あ、なんだこれ。なんですね、これは天敗なら瀬戸熊の上がりとなりました。ダブナントイトイ8000点、8300、京卓2000点がついて13000点ね。そう、でもこの難を勝負するのが見たことあるね。ね、これで道を切り開いていくっていうところももう何度も見てきてるので、はい、ね、2局、瀬戸熊の親番です。8000点上がりを決めた瀬戸熊、ドラはパーソーです。 9-1 ウーワン統一ですか。両面ターツが1つ、ドラはパーソー。ん？第1打のシャアが、シャアチャ入れによってポンされました。ペーチャの高橋ペートイツ。あ、でも高橋さん今日プラスに回ってたから勝負かけてきたのかもね。あ、このポイント状況としても、うん、その可能性がやっぱ高いですかね。やっぱり昇級を目指したいんだったら、うん、ここで勝負しとかないとっていうことですか。残りね2節、はい、リーグ戦の道中だったらあんまり打たなそうですもんね。そうですね、うん、ペードラドラ貸したいチャンス。ババンコ。うん、イソも重なって。ドラコテ。
一つ参考になったぞ。またなんかマンズ来るね。一回チューンから行くんじゃないですか。なんか既視感がありますこの電話。一応二差しもあるもんね。ああ、そうですね、一番頭の。何は一枚切れ。本一もありますか。あ、イーマンポンからだ。じゃあ三ピン数ピン。あ、イーマン入ってた。ひあ、どうしてドラを食い取る。面白い。え、本当ですか。本当だ。イーマン食い下げる代わりに。本当だ。逆にドロー。でも瀬戸駒さんがなんか7万個9万統一だから、マヤさんのマンズの上はちょっと作りにくいかも。本当ですね、あんまりいないんですねマンズ上は。なんポンだ。なんぺーやくやくドラドラ。これでイシャンテン、マヤさんドラ危ないですね。うわ、ほんとだ。あ、ドラ、ここにもドラ。テンパイしたらどうするか。シャーチャー入れはシャーをポンして缶しています。さんはね、まあ、シャー飲みだからね今ね。はい、先輩、ウッパーピン。これでパーソーは通るね。ですね。ヤクドラドラ。先輩取らずでしたね。それからさすがにね。ドラを切れば先輩ということでしたね。役なしの5万と9万よりはね。はい。ただ瀬戸熊さんもここ連チャンまだ狙ってるだろうから、はい、ウッパーピン掴んだら危ないですね。あ。一回こらえられた。一回こらえた。9万選んだ分。最終手出しが言いそうだからね。ん？ん？手も手がちょっとなんか。そうですね。いいじゃん手。手の調子が悪そうですね。いやー、瀬戸熊さんウッパーピン危ないね、相当。どうしたら回避できますか？相当きついんじゃないかな。打つ牌もそんないないしね。ああ、パーティーになる、うん、8000点ですか。ヤクヤクドラドラ、高橋の上がりとなりました。瀬戸熊から8000点。乱打戦が激しいですね、この最終戦になって。なんだか漫画の打ち合いが、うん、このメンバーに信頼関係がないんで。はい、はい、信頼関係がないないんで、はい、何でもあるんで。だからああいうのね、だから新だから手堅い人が来たらね、はい、ああいうパーピーは止められるかもしれないけど、まあ、打点のレンジが広いというか、うん、その仕掛けとかのレンジが広いっていうことですかね。相当無理だよね、瀬戸熊さんのあのパーピン止めるのはね。相当無理ですよね、うん、親番ですし。そうですね、あんな高いとはっていう。まあ、パーソー誰持ってんの問題ありましたけど ね、 そうですね。でも無理だ、結構難しいですよ。さあ、何の三曲です。前原の親番ドラガシャーです。僕はどうかな。僕5万9万シャンポンでドラ打ってどうするかなっていうふうにかな。ああ、そうかそうか、あの時点でドラ切って。うん、でもリーチ、パーピンは相当難しいですよね。リーチ打たないですね。リーチ打たない。あれ、あの時点でポンでされましたっけ。ポンで多分ウッパーピンですかね。ポンでウッパーピンか。どうなってたか、いや、わかんない。9万切りもありますよ、全然ね。単用ですから、パーマンくっつけばきついよね、ああいう。きつい。せっかく4万点まで行ったのに。でも1000点とかだったらね、押したいですもんね。そうなんですよね。井出さん早く上がってよと思うよね、先手だったからね。うん、
あ、ドラガシャーということで、高橋の手が、チュン、トイツ、ペイトイツとシャー欲しいですね。イデは、ハクがトイツ、チーソーアンコでカンパーピ入りました。そうそう、お、何かを狙ってるね、これは。何かですか？なんか数層で打つのかなと思ったけど、はい、数層を引っ張るってことは層図が安いから。あ、ただ1枚出た数層にはもうあんまり興味がなさそう、うん、あ、これ数層ですもんね。初も重なった。あれ9ピンから引きたいですよね。あれドラよ、ドラドラシャーチャー、シャーチャー、トーンから引きたいかな。ドン切って、さすがに本一でいらないですからね。はい、来た、ヤンマーからポンして、はい、トイトイに向かっていきます。後付けせず、ん、チートイ、チートイツいいシャンテだねですね、うん、青絞るかどうかだね。あ、結局井出さんの手は単葉に見えにくいからね、はい、チンチャンパイの方がいいのかなとか、あ、そういう感じですよね。持たれてるもんねっていうことですね、うん、さあこれを仕掛けて井出が天杯です。青トイトイ、白とキューピン、白とキューピンです。シャドラ、チートイドラドラにしましたね。今まで見たらね、チートイの方がいいということですか。はい、入れからドラが切り出されて反応はなくと。でも誰も合わせないなみたいな感じですよね、うん、そうね、はい、なんだろう、泣きますあれシャ、え、泣きます。泣くと相手が降りてくれるかもしれないですけどね。その代わり上がりまで見たらちょっと遠くなりますよね。なんか私泣いちゃうタイプなんですよ。あの、舐めんなよみたいな、舐めんなよ、あ、たぎっちゃうんですね、たぎっちゃうんですよすぐ泣かないが正解ですかね。いや難しいんです。上がりきられちゃうんだったら泣いた方がいいね、下ろせるんだったら。あ、ただ自分が上がるまで見た、上がりまで見たらやっぱり泣かない方がいいですよね、うん、わ、初持った。これ16残に、違う違う、初トイトイですね。16残にか、そうですね、はい、1600、3200、イデのつま上がりとなりました。珍しい、すごいテンパね。さあオーラスとなります。4回戦目、何の4曲ですイデさんもひねってね、353まで来ましたかですね。いや、あんな激しい打ち合いあったけれども、意外と平たいんですよね。トップ目が、トップ目がイデさんですね。353ですよね、がトップ目なんですよね。で今3人浮きで、高橋さんの浮いてる、浮いてそうだよね、高橋さん浮いてるか。瀬戸熊さんも31の同点ですか。前原さんの一人沈みっていう感じですね。前原さんもこの一人沈みの部分でね、今回沈んじゃってるから。そうだ、本当だ。さあこのオーラスどうなるのか、4回戦目。井出さんはどうするかね、沈んでもいいからっていう攻めで来るか、うんうんうん、それともまあ今日はこの辺でっていう、難しいですよね。そうですね、マイナス 19.1 ポイント。でも沈んじゃうと、まあ、マイナス40ぐらいにいっちゃう可能性があるんで、トータルが、はい、マイナス40は残り2節どうかな、ちょっと危ないかな。残り2節で100ポイントに行かなきゃいいでしょうけど、うん、ちなみに決まっているところの井出の次の対局は柴田さん、三浦さん、古橋さん、柴田義和さん、はい、
吉和くんと下の勝負で、三浦さんと古橋さんの上の勝負。そうなんです。三層の重なり、高橋はどうする？どうかな、4統一でね、うん、3ピン。瀬古さん悪いね。悪いですね。ドラ1枚ポツッと浮いています。こちらも3統一ですか。前原瀬古さんも浮きで終わりたいもんね、ここは。やはり親の入れがいいか。ドラドラ急走だね。急走だったんですね。はい、タイヤ方向に行ってと。泣いてく、仕掛けてくるかもね。ですね、うん、タイヤを3色ドラドラって、うん、マンガンクラスも狙えます。なんだ、あ、ペン3ピン入った。吐くか、一旦吐くにしますか。一旦目いっぱいにして、これはメンツでもチートいつもいろいろある形ですね。いいですね、メンツができた。徳間さんは役は欲しいところだけど、やはり宝珠屋なんでションパイのチュンからということですか。5万イシャンテン、やっぱ感触がないんでしょうね。安全の高い牌を徳間さん残してますね、うん。勝ち頭争いが、うん、いいだろうね。高橋さんはどうするかな。リーチまで来るのかな、この手っていうのは。どうしますか。一応ドラね、トップまで行きますよね。ね、可能性ある。ツモドラ1ドラ積もればとかね。はい、メンピンツモだと足りないですか。何点差。3-6は変わるね。お、闇点、両層待ちの闇点にしました、うん。まあ、ピンフ、まあ、浮きでまとめ上げってことですね、今日の。はい、浮きで終わろうと。そうですよね、リーボンをまた出したくない。積もった両層、ピンフ積もですね。400-700高橋のつも上がりとなりました、そして4回戦目が終了となります。4回戦目はトップに井出、2着に高橋、3着に瀬戸熊、4着に前原ですね、といった結果で終了となりました。はい、この後選手の皆様にインタビューをしてまいりたいと思います。そして、集計表用意してますので少々お待ちください。柴田さん、本日4回戦ご覧になっていかがだったでしょうか。はい、そうですね、まあ一番の見どころはあの、うん、珍ロートでしたね。面白かったですよね、あそこね。山さん珍ロート、あれ上がるとさ、一気に80ポイントぐらいまでいったでしょうからね。そうです ね、そうだ、あれ面白かったですね。 三山の珍ロート、あれもう三山って知ってますかね、瀬戸熊さん。あ、いや、さすがに知らないでしょ。知らないですかね。あ、そうかそうか、知らないのか。情報制限があるんで、まあ、はい、終わってからは全然いいんですけど。あ、そうそう、今のこのタイミングで知るかもしれないけど。そうそう、ね、知りたくないですかね、どうですかね。まあ誰かしらが言いそうで、確かに私が勇気です、うん。あ、もう準備できてるみたい。集計表が、はい、スコアシートの方も今日誰だろうね。勝ち頭は高橋さん。高橋さん、そうですね、最後の上がりでと、うん、ね、そうですね、2着か、400-700だから2着だろうけど、はい、あ、準備できたようです。曲、あ、じゃ あ、はい、お耳、あ、そっちですね、はい、そっか、切らないんだよ今日。井出康平プロです、お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、3-4-3とちょっと苦しい一日になってしまいましたが、まず終わってみていかがでしょうか。聞こえてないんだよ。あれ、聞こえてないですか。聞こえてます。聞こえてます。もうなんか言葉にならない。コメントがないです。コメントがない。はい、あの開始前に、あの今日はめちゃくちゃ手が入るだろうとおっしゃってたんですけど、言っちゃったんだよね。
ちゃダメなんだよ。やっぱ言っちゃ言っちゃダメなのよ。フラグが立っちゃった感じですかね。言っちゃダメなのよ。いやでも1回戦目ね、すぐあの純ちゃんのドラドラみたいな手が入って、あ、ね、本当に手入ってるなって思ったんですけど。いや序盤まではすごい手入ってましたよ、うんうんうん、だけどあと一歩届かないっていうのがなんかね気持ち悪いなと思ってたんですけど、やっぱり後半きつくなってきて、はい、うん、やることがだんだんなくなりましたもんね、手配の。なんかちょっとてんこしゃんこにね、ツモが来るような場面も多くて、うん、もうね、なんだろう、じーっとしてるよりは動いた方がいいかなと思って最後いろいろ動き始めましたけど、はい、まあでもこんなもんじゃないですか今日は。うーん、結構削られましたもん、手配入んなくて、うん、あの前原さんの親番で、あ、長かったですね、前原さんの親番。いやーきついな。そうですよね、で 32.9 のマイナスとなりましたか。なんかもっと負けた気分ですわ。うん、柴田さんご覧になっていていかがだったでしょうか。まあ体力勝負だったら持っていけたかもしれない、いけるかなと思ったんですけどね。あのスタート座ってすぐハイパイ悪いところ、はい、めっちゃツモ良くて単品イペイコーみたいに逃した曲ありますよね。あーった、ありました。あれ、はい、手が悪くて受けから入って、あ、そうそう、あれが今始まりですよね、うん、あの2ピンを切って3ピン数ピンでストレートに、うん、すごい来たんだよねツモがね。そうです、あそこでだからレアパーソーでメンタンピンドライチ、うん、上がり逃してるんですよね、うんうんうん、6チッパー見ちゃってチーピンの方残しちゃったんですよ、2ピンとチーピンで、うん、そうそうそう、スーピンがドラ、スーピンがドラの時、ね、まあさすがにドラ表示範囲の3ピンもきついし上がりづらくなるから2ピンこの辺でリリースしとこうと思ったらストレートに3、4ってきましたからね。まだ仕上がってるって信じきれてなかったんじゃないかな。まあそうですねもしかしたらもういやいや、はい、はい、それでは成績表をご覧ください。成績を見て気づいたんですけど、はい、プラスマイナスプラスマイナスプラスマイナス交互に来てんすよね。あれ本当ですね、ここ最近。しかも同じようなスコアの、本当だ、プラスマイナスだ。ってことは10節はプラス 32.9 ってことですか。いや突然来るかもしれないですよ、うん、でもまあもうねやることはあの、まあ、まだちょっと上見ようかな。ええ、全然まだ2回戦ぐらいまでは、ええ、はい、次回の対決が井出さんは10節の B 択ということで、柴田プロ、三浦プロ、古橋プロということで、三浦プロ、古橋プロはもう上位2名と直対ということになります。確かに、でもね、やあのポイント持ってるからね、ガンガン来るから、あ、巻き込まれたらやばいですよね。うん、その辺も加味しながら、はい、いきたいと思います。では視聴者の皆様に一言お願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。いやマジでマジでとか言っちゃった本当に辛かったですよね上を見たいけどね、マイナスできないのがまた次の戦いのね、そういうとこなんでね。そうか、難しいんですね。でも調子が良ければね、どんどん上目、はい、60、60とか浮くとね、2回でどんどん、まだまだ、うん、やっぱり上位8名入りたいですよね、ま、うんうん、昇級するにはまあ100ぐらいを目指してっていう感じですもんね、うん、という意味では今現状マイナス20ぐらいだからね、はい、60、60っていう意味で。そうですね、前原雄大プロです。前原プロお疲れ様でした、はい、今日はねちょっと多分体調も優れないような部分もあったかなと思うんですけれども。いや、そんなことないですよ。大丈夫ですか、一日終えてみてまず感想お願いします。そうですね、まず1回戦にね、あの5800にしちゃったのがいけないなと思いました。ああ、鎮痛の、ああ、リャンピンでリッチしたところですね、うん、だからまあ普通だったらね、なんであそこで スーピンを打てないんだっていう話だよね、うん、でウーパーワンスーワンってすぐ8000ホールかなんか積もってるんだよね。そうですね、うん、ウーワンスーワンスーワンっていうつもでしたよね、リーチ号が、うん、はい、うん、あとやっぱりチャンスは他にもあったし、3回戦のオーラスだったかな、はい、三回戦のオーラスをね、手広く構えちゃったんだよね、はい、手広く構えちゃって、あのスティーワン、イスウソ、リアンウソで、要するにソウル、あのリアンウソを引いてもいいようにとか思っちゃったのが
ダメで、やっぱりあれは出会わせとけばよかったなって。あ、そうすると多分スキーワン引いて椅子袖を追っかけて、まあ椅子をつむ上がりというコースになったんじゃないかなと。だから目いっぱいに構えちゃうと、あの幹線道を飛び込んできたから、あの結局短期になっちゃって。ああ、はいはい。でまあ椅子ピンで頑張ろうと思ってたんだけど、とにかく後から論破がやってくるような状況だったからね、うん、後から引いてきた牌が危ないんだろうと思ってた。で結局イーソーを持ってきて、まあまあどっちでもイーソーでもスーソーでも上がれるんだけど、うん、あそこは一つのポイントだったかなって思うし、で、ね、あそこで上がりそびれてしまったんで、うん、最終戦はね、三ピンはやっぱり打つ、まあ瀬戸熊さんにね。あ、はいはい。瀬戸熊さんの配定まな番ですよね。配定が、そうそうそう、前さんつぼまんないんだけど。スチーワン転売とかでしたっけ。はい。はい、だからね、あそこで打つんだけど、それでいいのかっていう問題だよね。うん、だ結局あそこが、最終戦の、ターニングポイントになったんじゃないかな。うん、だから大きな、ターンで見ると、あそこを僕は行くタイプなんだけどね、うん、行かないでペーを落としちゃうとか、人によってはペーのポンテをかけてウーピン勝負っていう人もいるんだろうけど、ウーピンだったっけスーピンだったっけ忘れちゃったけど、うん、まあペーがの経点も取れたんだけど、うん、まあ結局は、大きな目で見てやっぱり勝負どころを逃したなっていう印象がすごくあります。うん、ありがとうございます。はい、さあ前原さん、スコア表をご覧ください。本日がマイナス 16.5、 トータルポイントが 130.2 ということで13位となりました。はい、残り2節となりました。はい、今後の意気込み、ファンの方へメッセージお願いします。まあどっちにしろ、まあ、最終戦入る前に 4.2 かなんか浮いてたから、はい、そうですね、まあ、最終戦次第だなと思ったけど、うん、まあどっちしろあと半点8回殴り合わなければしょうがない形になってくるんだろうなと思いますよね。うん、だからやっぱり自力勝負、自力勝負、うん、はい、自力決着に持ち込みたいと思います。はい、頑張りますんで応援してください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、リャンピン、でもあのリャンピンを上がる前原さんがかっこいいっていう私の中で気持ちもあるんですけどね。僕もね、はい、前原さんの経験則で多分あれリャンピンで上がってることの多いんじゃないかな。そうですよね、人によって分かれるじゃないですか。はい、自分がどういう経験則を歩んで、うん、その麻雀になってきたかとか。さあ、はい、瀬戸熊直樹プロです。瀬戸熊プロ、お疲れ様でした。はい、いろんなことがありましたけれども、まあ、まずは感想お願いします。上がりたい手が全く上がれなかったですね。そうですよね。チーツドラドラ、メンホンチートイドラドラ、チンドウと、あれほぼほぼ連続で起こってましたもんね。まあそうですね、チーツドラドラが一番上がれそうだったんですけどね。まあメンホンチートイも上がれそうだ。スースまあ、メホチってちょうどペーが来る順番ですね。スーソーから来れば、そう、まあそうだね、無条件白待ちになるんで、あと初と白アンコった時のサブロソに変える気もなかったんで、はいはい、もうさすがにペタンだなと思って。たまたま高橋さんのジャントがペーだったんですよね、あれ。そうですね、もう気絶しそうになりましたよ。気絶リーチの時点でもう
なんこれへくったかなと思ったら、なんだペーも当たってるじゃんみたいな、そんな感じでしたね、はい、でも何よりも上がりたかったのはやっぱり珍道と、まあ、ですか、はい、はい、あれね、はい、3人手空いて誰も持ってないから、えどういうことってなって、そうなんですよ、あれ山さん、山さんですか、山さんです、山さんですか、マジとんでもないことが起きてましたよね柴田さんまあ E1 は絶対いるなと思ったんですよね、はい、はい、E1 は間違いなくいると思ったんで、はい、高橋さんが結構最初に E ピンをね1枚だけ持ってたんですけど、もう瀬戸熊さんが転廃する前からもうずっと山さん山さんって言ってて、はい、はい、珍しいですよね、なんか珍道と狙って動き出すって、うん、ですね、はい、なんか純ちゃん系狙ってたら珍道となってくるってパターンはあるんですけど、はい、完全に珍道とから動き出したんで、そうですね、1枚目の9番からポンでしたっけ、はい、でも井出さんにが多分ダブダンドラドラっぽかったんで、そうですね、はい、うん、ちょっとどこでやめるかみたいな感じにはなってたんですけどね、テンパった以上は全部いきますよね、そうですね、そうですね、はいはい、しょうがないですね、井出さんの町も6球層で老僧が3山、2山か、あそうなん、ね、最終的にあのワンパイに井出さんの老僧が2枚と、はい、前原さんのパーピンが1枚と、はい、瀬戸熊さんの珍老頭は3枚っていう恐ろしい数当たり牌が眠ってたんですよ、じゃあちょっと取り切りでやりましょうか、取り切りあの曲だけしょうがないんで積もり切りましょうか取り切りで本当にあれも絶対上がったと思いましたよね、うん、序盤は出上がりもあるかなって感じでしたね、ああまあまあ、うんうん、ただなんかもう僕の捨て上がもチンロートですみたいになってたんで、そうですね、うん、あの全然井出君から見たらもう絶対チンロートに見えますよね、ドラドラ抱えてるし、うんうん、トイトイドラドラだったらなんかチートイドラドラいきそうな感じだからおかしいですもんね、確かに、うん、柴田さん、はい、本日ご覧になっていていかがだったでしょうか、まあ、ポイントプラスだったんですけど、なんか本当にいい手全部めくり合い負けたなっていう感じで、はい、特に高橋さんとのめくり合いなんか中盤以降すごい負け続けちゃったな、最終戦のウッパーピンも痛かったですね、はいはいはい、うん、なんかパリーチでぶつけちゃうのもありなんでしょうけど、さすがに U1Q1 のシャンポンだったらなみたいな感じ、 あれパーピンはちょっと止めるの難しすぎないですか、あれ難しいですね、高橋さんそんな高くないと2泣きだったんで、やっぱりそうだ、はい、そんなに高くないと思ったんで、井出さんの方本当に高いと思っちゃったんですよね、で前原さんの鎮逸は本逸は遅いなと思ったんで、はい、ちょっとあそこはピントがずれました、前原さん確かマンズ6鎮逸イーシャンテンだよね、確かただマンズの上がキーハイなんですよね、8万がアンコで9枚、1は苦しいですよね多分ね、そうですね、はい、僕はアンコで押されてる、7球の受け入れが、はい、8889みたいなマンズの形を持ってて、はい、はいはい、でしたね、はい、でしたね、なんかくまくまタイムに入るかなと思いきやみたいなところまで行って、そうですね、1回戦も1数1ランでリーチした曲も、はい、数1持ってきた時にずっとペン3層でなんか、うん、固くなに待ち続けて E1 変わった瞬間にリーチだと3と1発もですもんね、あーそっか、うん、まあそれはちょっとな、さすがに、うん、もっといっぱい上がりありそうだったんで、うん、あそこでもうワンチャンス作ってるとどうなってたかなって感じしましたけど、うん、ありがとうございます、はい、さあスコアシートの方ご覧ください、はい、瀬戸熊プロは本日プラス 23.8 ということで、はい、トータルポイント 50.5 ポイント第6位まで、はい、来ました、はい、瀬戸熊プロの次回の対局が、失礼します、第10節のどこ行った D 卓ですね、はい、はい、対局メンバーが内川プロ、近藤プロ、はい、そして黒沢プロと、あ、はい、また黒沢プロとの対局となりました、はいはいはい、次節に向けての意気込みお願いします、そうですね、これでようやく、まあ、本格的に上見れると思うんですけど、まあ、僕先攻めなんで、はい、ちょっとボーダー次第でどう戦うかって感じになりますよね、うん、まあ、これ以上ボーダー上がるとちょっときつくなっちゃうんで、はい、なんとか上位陣の方に、古橋さんと内川さんをいじめてもらって、はい、はい、もう白鳥さんはもうしょうがないんで、はい、うん、諦めました、白鳥さんはじゃあ2位3位のね、はい、そうだね、はい、もっとごちゃごちゃになってくれたらなって感じです、はい、混沌を望んでいるということですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした黒沢さんもいるね、そう、黒沢さんもいるんですよ、この10節もね、また非常に楽しみな対局となりそうです、うん、すごい攻撃的な黒沢さん、近藤さん、内川さんでしょ、黒沢さん、近藤さん、ね、内川さんです、これも面白そうだね、うん、
これも面白そうですよ ね、 ね、いつも面白いんですけどね、いつにも増して。さあ本日の勝ち頭となりました高橋涼介プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや今日も攻めて攻めて戦っていきましたけれども、まずは1日終えての感想をお願いします。ずっとマイナスが2連続続いてたので、はい、あのまあ、プラスになってよかったなっていうのと、うんうん、まあ、みんな強いんですけど、まあ、はい、特に前原さん、あの、まあ、タイプで言うとですね、タイプで言うとあの瀬戸熊さんと、まあ、前原さん結構攻撃型だし、うんうんうん、まあ、井出さんも結構攻めてくるんで、うん、まあ、結構あの打ち合いになるかなと思って、はい、まあ、ちょっとあのちょっと怖い部分もあったので、うんうん、まあ、プラス持ち帰れて、まあ、良かったなという感じですね、はい、最後の上がりでね、今日の勝ち頭になってという感じですもんね、オーラス、うん、指又プロは高橋プロの麻雀一日ご覧になっていていかがだったでしょうか。そうですね、まあ、最終節に向けてね、まだ今日プラスで終えたんで、うん、まあ、欲張るとね、あと100ポイント2回で叩けるかっていうのが高橋さんの、ね、うん、狙いでしょうからね。今日マイナスしちゃうと、まあ、下も近いかったんで危なかったですけど、今日、はい、プラスになったの大きいと思いますよ。そうですね、まあ、でもちょっとあの半チャン2回目のトンパツの一本場ですかね、あの前原さんに言ったウーピンがちょっと甘かったなっていうのは、結構終盤にですね、あのリアウーピンの、そう、そうですね、ちょっと小考してのリーチだったので、あ、まあ、7万も一概にまあ安全とは言えないなとちょっと思いながら見てたんですけど、まあ、ちょっとあれは降りるべきだったなと、ちょっとあの、はい、ゴロチのね、マンズが667っていう形、そうですね、はい、まあ、有効杯の馬も3枚見えちゃってましたし、うん、まあ、ちょっとドロドロとはいえちょっと降りるべきだったなと思ったんですけども、まあ結構今日手がすごいたくさん入ったので、まあ、ミスしてもなんかうまいことリカバーができて、はい、まあ、うまくちょっとプラスがまとまったのは良かったなっていう感じですかね、はい、はい、ありがとうございます。あ、 あとあれですね、珍ロート怖かったですね、いいピン持ってましたもんね。そうですね、あの、はい、もうなんでしょうね、井出さんがパワーポンした時点で、はい、もう間に合わないなと思って、はい、で瀬戸熊さんもいるし、はい、まあ、降りたのがちょっと良かったのか悪かったのか分かんないんですけど、うんうんうん、まあ、でも後で聞いたらもうパワーポンで6球走転敗だったっていうんで、はい、まあ、降りて良かったのかなという感じですね。ラスにはなっちゃいましたけど、はい、一応あの一人沈みは回避できたんで、そうですね、そうですね、まあそこ我慢ができたので、まあちょっと攻め一辺倒ではなくて、まあちょっと我慢するところはまあできたので、まあ、それは良かったかなと思ってます。ありがとうございます。それでは、少しとご覧ください。じゃん、高橋プロは本日プラス 25.6 ポイント、そしてトータルポイントが 8.3 となりました。現在8位ということですね、はい、さあ高橋プロの次回の対局は、第10節のシータクとなります。対局メンバーが猿川プロ、白鳥プロ、紺野プロですね、はい、はい、上位陣との対決となります。次節に向けての意気込み、ファンの方へメッセージをお願いいたします。はい、昇級をまあ狙うんであれば、まあ、やっぱり次が最後の、まあ、実質最後のチャンスかなとちょっと思ってるので、まあ、次大きいプラス取れれば、まあ、もしかしたらっていうのが可能性出てくるんで、まあ、ちょっと最後までですね、まあ、自分の麻雀でいい結果をちょっと持ってかれるように頑張りたいと思います、うん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。50ポイントぐらい置いてね、5位に入るとすごいチャンスありますよね。そうですね、まさにその通り。さあここでですね、次回のお知らせをさせていただきたいと思います。次回の宝泉 A2 リーグは第9節の B 卓となります。対局メンバーが234古橋プロ、内川プロ、紺野プロ、そして伊藤優子プロと、またとんでもない、ね、戦いとなっております。実況は私鈴木美香、解説は勝又健二プロが務めます。それでは柴田さん、本日も一日解説どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして視聴者の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の A2 リーグでお会いしましょう。さようなら。